はい、本日第13冊目のおすすめの本、目次読み、紹介するのはこちら。じゃん。103歳になって分かったこと、篠田桃紅。人生は一人でも面白い。103歳になって分かったこと。第一章。気になる目次はこちら。私には死生観がありません。100歳はこの世の死骸封建。古代の人は一人で立っていた。この寂しさを観音様は微笑む。年を取るということは想像して生きていくこと。過去を見る自分の目に変化が生まれる。第二章。あ、まだ第二章じゃねえや。他にも続きがありました。体の変化がスローモーションで再生される。いつ死んでもいいは本当か。いい加減は素晴らしい。あなたの人生は枠に収められない。あな、気楽なものと頼れるもの。どうしたら死は怖くないのか。第二章。何歳からでも始められる。何でも言っておく、伝えておく。頼らず自分の目で見る。いつでも面白がる。何かに夢中になる。やっておきたいと思うことはどんどんやる。誰もやらないときにやったことが大事。規則正しい毎日から自分を解放する。真実は伝えられない。1たす1が10になる生き方。自分の心がほどほどを決める。第3章。自分の心のままに生きる。自由を求めて今の私がいる。自分が一節だ。ある。一切である。ずっと人は生き生きと生きていたい。他と違うことを楽しむ。いろいろな見方があっていい。危険やトラブルを察知、上手に避ける。外国との付き合い方によって気づかされる。平和な心を育てる。あらゆる人に平等で美しい。第四章。昔も今も生かされている。良き友は自分の中で生きている。物は思い出の水先。悩み苦しむ心を救った日本の文字。どうして豊満になれるでしょうか。生きていただいている。争い事を避けて、不随、風流に生きた父。全人類が価値を認めて愛するもの。自分が立ち得る場所に感謝する。優位が独尊に生きる。の第4章までです。ぜひ、この103歳を生きた人生の大先輩から何かを学んでみてはいかがでしょうか。それでは本日はこの辺で終わりでーす。ぜひチャンネル登録とコメントの方といろいろなフォローよろしくお願いいたします。それでは今日はこの辺でドーン。